バベン・ホー・グリー・ビンデン・ AF ・フレドリックス・ボーグ。アレクサンドラズ・モノグラム・アレクサンドラ・フレゼリックス・ボーは、元デンマーク王族。女王・マルグレーテ二世の次男・ヨアキム王子の前妃。旧姓はマンディ。簡単アザ中国語、文が、反対やザ中国語、文が霊。現在の爵位は、フレゼリク・ボー女白。香港出身のイギリス人。父方の祖父は、 イギリス人と中国人の両親の間に生まれた。祖母はフランス人、父はイギリス人、母はチェコ人の血を引くオーストリア人。高校をして卒業するまでは、香港で教育を受けた。学校名は明かされていないが、オーストリア、日本、イギリスの大学で学んだ。香港の投資信託会社のマネージャーをしていた1994年頃、やはり、 香港の海運会社に勤務していたヨアキム王子と出会い、1995年11月18日にフレゼリクス傍上で挙式した。アジア人初のヨーロッパ王室入り、しかも王子より5歳年上の姉様プリンセスと大きな話題となった。ヨアキム王子との間には、ニコライ王子とフェリックス王子の二男を設けている。結婚後は21ものチャリティーの講演者となり、 デンマークユニセフの総裁も務め、様々な公務を王族としてこなした。その外交的で明るく、気さくな性格や、洗練されたファッション感覚とも、相まって、アレクサンドラは、アレックスの短縮型で国民に広く親しまれた。また父とは英語、母とはドイツ語を話しながら育ったことから、ドイツ語と文法が近いデンマーク語を、いち早くマスターし、 結婚後数年でほとんど鉛のない流暢な会話ができるまでに上達した。これは当時、州都でフランス貴族出身のヘンリク殿下のデンマーク語に鉛があることと比べられ、デンマーク国内で非常に好意的に受け止められた。しかし2004年夏頃からヨアキム王子との不仲が噂されるようになり、同年9月16日にヨアキム王子との離婚を前提とした別居が、 王室から発表された。2005年4月8日に正式に離婚が成立。デンマーク王室では1846年以来の離婚となった。離婚後女王はアレクサンドラに二人の王孫の養育権を認め、新たに彼女をフレゼリクス・ボウ爵に助釈した。また、デンマーク議会は彼女に対して将来の再婚の有無に関わらず生涯にわたって、 王室費を支給することを可決した。離婚の原因として様々な憶測が流れたが、二人の王子のために、ヨアキム王子とは離婚後も,も、友好関係を保っている。また、ヨアキム王子の現在のヒマリーともお互いの子供やよ、アキム王子を交えて出かけることもある。アレクサンドラには離婚後も,も、殿下の継承と、プリンセスの称号を公式に用いることが認められて、 いたが、2007年3月3日に、王室カメラマンで14歳年下のマーティン・ヨアンセンと再婚したことによりこれを喪失したほか、王族としての免税特権を失った。現在は、自身の借位である、フレゼリクス・ボーハクシャクとして、デンマーク貴族の一員である。2015年9月、アレクサンドラとヨアンセンの離婚が公表された。2007年からは、 医薬品製造会社ファーリングファーマ社のデンマークでの取締役を務めている。ありがとうございます。